来るよのスター人名辞典いやその前の神宮のどやさーの叫びすごいっすね <laughs> お叫びがなんかうわー言ってますね <laughs> 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 さあ、えー、我らの大先輩いける伝説、今、栗吉賞、その栗吉賞の芸人人生の中で忘れることができない芸人や業界関係者の中から毎週1人をご紹介して、はいはい、番組オリジナルのスター、人命辞典に登録しようというコーナーです。いやーもう本当にこの人命辞典 ちょっと考えますねもういろんな方出会いましたけどいろんなスターをねえ今まで登録してまいりましたさあクリオ師匠今日スター辞典に登録される方はどなたでしょうか今日大スターです長いお付き合いさせていただいてます矢野兵道君です若手まあ若手じゃない中堅の頃ですけども今までずっともう芸歴ずいぶん重ねた

そのお互いにキャラクターが強烈やね確かにねねでひょうちゃんはもうふわっとしてあの怒りはったこともないしほんで矢の君の方私ら肉ックネームねチョロマツ言ってましたよ。チョロマツ落ち着きなやろチョロチョロチョロ。わかるわ。ほんでまだそのチョロマツがお気に入りやねん。われわれそのチョロマツ僕大好きでさしょっちゅう作ってくださチョロマツを。そんな普通珍しいのちゃう。ねえ。 であのー、私ねもう矢野兵どくんとはね兵ののどくんも怒らかったことないけどねあのどこが好きになったら言うたらね、はい、私知りませんでしたけどおばあちゃんに育てられはってんねお<ー>でおばあちゃんを普通にうちのおばあがって言うんですよ<ー>あそれがねちょっとか素敵やなひょうちゃんはおおでおばおばうちのおばあがねとか言うねんそれはでその,あのあい相方の矢野くんは強烈に、うん、見,せ見せたがりやろ何や知らんけど。 今ね体鍛えてるんですよね。そうらしいね。はい。でそれもあのほら教室行ってるの？教室そうなんか行ってるらしいですよ。筋肉つくるために事務的なところに。で一ヶ月か六百五十人出たんじゃんか。安いところ見つけたな。なんでガッともう奥じゃがってわあわあ焼ってでちょいちょいパラパラっと見せんね。N G K のねあの踊り場の階段非常階段の踊り場で焼いてるんです。あここで焼いてんの？焼いてるんですよ。 梯子焼き。ほんで、<laughs> すごい。ほんで、真っ黒になってるんですよ。あら。はい、えー。どう出番と出番の間。ちょっと焼いてくるわー<で>言うて。三枚 <laughs> やないにやから。<laughs> ほんまに。はい。で、そこで入って。ほんでね。私、あの、お二人を何と言。も言えん。コンビやね、その。はい。キャラクターが全然ちゃうから。はい。ね。ほんで。パイセン、パイセン、言うてるやんか。あれ、うん、あれは。パイセン言うたら。 先えどう,う先輩の,先輩のまあ業界用語的な感じで、ね、わしパイセンやぞっていうのが口癖ですね。うん、みんな知らん顔やろ。知らん顔です。<laughs> そうじゃそのパイセン,パイセン知らん顔と言う誰も先輩思って誰も思ってへんですまた興味あのそれもせろなんかグッズに入ったらしいねパイセンそうらしいですね。びっくりしたパイとせんべいをくっつけてパイ先やと、はい。パイ先うまい売ってるらしいわ。 うまいことね。おせんべいの菓子。パイセンやかましかってるな、パイセン作りなれパイセン作りなれ、入れて。ね。ほんそれがまた当たってるらしい。そうなんですよ。矢野さんのキャラクターやったら、これ売れたあかんのですよ。矢野さんのキャラクターやったら、皆さんこれ不買運動してください。え、がさきのパイセンっていうお菓子、これはもう不買運動。売れたらあかんの。でも売れてる、美味しいというか、まあ、あのジョークがうまく。 刺さってるみたいで。一と最初の頃はね、私ね、声が安寿にそっくりやって。お送るでしかし、これもなんかほらギャグしてたけど。みんなちゃんか愛いね。言うてます。やなさんは大体ね無視されるんですよね。で、いや、おくるでしかし言うのもね、みんな昔をやってましたね、ギャグで。はい。ね。 そそれれらを流てほんでいろいろ考えてもう何せ3階の学屋のロビーで喋りっなしやもんねまあ声でかいし話長いんですよほで師匠はやられへんねそうです NSC という養成所でみんなクレームつけたらいろいろ何したい何したいみたいなこと言うていろいろやってんけどあんまりみんな受け入れへんやそれを見て師匠があの 大月衣装のさんはい、いらっしゃいます。衣装の道歩んでく80年ぐらい。もうあの方に聞いたら何でも知ったはん。小四郎師匠、小四郎さんやねん。小四郎師匠が、もうプロカスやもん。やるだ、待っとけ、やかましい。やるのやで。いや、すごい。女性ですよ、だって、衣装さん。一番怖いの小四郎さんや。 たいそうやろでそういうだん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 このんとなく面白いやっちゃうのがザーともいやそうですねでその反対に兵頭くんはなんか私から見たらねあやのばっかり目立つ言うたらおかしいけどあの上へ行かなかった私はでも一回も来らはったとこ見たことないろいや見たことないですねそのあの兵頭くんはちょっと来らはったことあってえさん最近ね仕事忙しいやい ダウンタウンの番組出たりイベントやったりほんでねドラマが来たんやてドラマやすごいそれもそりゃ10ページもそうなんちゃうえちょっとだけ。それ役作りしたんや漫才師は私はもそうやって台本一生懸命読んで絶対の共演者やはりやん。そのに そその人にかかかけたられ覚えんなあかんと思うやんマナーとして。こういう時は違うジャンルやから。こう言うて目線はこっち向けて顔はこっち向けてって計算するやんします。絶対に「もっぺんお願いします」言われたからん境にどうしようどうしようい思いならいろいろねずっとこう兵頭さんが。一手見つめてこうやってたんやでひょうちゃんはね。 そのマネージャー、何待のことか知らんがね、はい、えみかん持ってくんやてみかん持ってきてはいどうぞ、ん、言うねてはい何やねんってずっとケータリングのみかん見てはりました <laughs> どうなんや思う役作り役作り役作りしてんやんこっち向いたりあっち向いたり<ー>もうそれをみかんはい持ってきました何 <laughs> やねんってずっとせやずっと見てはりましたもん<え>みかんかて <laughs> そんな、なそそれはさすがに怒ってましたちょっとそれは 人を役作りしてるのはみかん持ってきてどうやさよ <laughs> 仏の氷土がついに起こりましたかどうもうそれ気楽な話だろ <laughs> <laughs> お気楽なマネージャー引き継いでますねぐーっと考えてうん、うん、それはもう漫才師ほんま、ね、胸なんかパックしてるもんそそそう。それにみかんはないでてないです <laughs> <laughs> みかん欲しいんちゃうそやで自分で取りに行くってなんでみかん欲しそうに見るか <laughs>、うん、そんなことはない <laughs> フジテレビのドラマに出るって今ネットで調べてもらったんですけどほんまにそれからだいぶ前もう出たのか出たと出たと思いますねドラマからあちこち引っ張りやんにゃんんなすごいやんひょうちゃんはいまた今度は「無痛痛痛くない」と書いて「無痛にあらっひょう道大樹すごいやんドラマのこうとまた役造りしてる時にこんなに持ってくんやろ ケータリングのこう <laughs> とこ見たらあかんかなだから見たらあかんです今度からは、ね、今度全然違う景色を見な、はい景色を役作りの視線の先を気使わないとダメってことですね,ねさんはね今度だったらおしぼり持ってくるんちゃうおしぼりずっと見たかったからもうマネージャー変えて <laughs> <laughs> おかしいやろ ねえ、<ぁ>ややの兵導さんはものすごいですよ。一生懸命やからやの兵導くん。二人揃えば漫才屋ですね。一人一人はキャラクター全然ちゃうし、うん、面白いと思うわ。すごいですね。で優しいしね二人とも。優しい、あの、ね、みんなから愛されてます。やの、ね、さんも結局愛されてますもんね。そうです。おやの、おやのってボカス言われながら誰もパイセンとは思ってないんですけども。<laughs> <laughs> あの人も誰に対してもパイセンやぞって言いますよねいや後輩に対してパイセンやぞっていうのはいいけどたまに先輩にもパイセンやぞ <laughs> いやそうおかしいちょっとそれはおかしいやってい,うのはい過ぎるねむやみやたらにありますけれどもねはいね、はいはいえー、今夜登録されたのは、はい、矢野兵道のお二人でございますさあ来週はどなたが登録されるのでしょうかこちらも楽しみです以上クリオのスター人名辞典でした